ムさんのオールナイト関西。はい、インディーズバンドオルムさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで、オールナイト関西第40回目でございます。おー、10の桁変わりました。別に何の記念すべき数字でもないんですけれども、40回、40週やってるっていうことですね。うわやべえ、40回もやってますね、はい、皆さん結構ロングランになりましたな。はい、まあ先週は長々と運命について、はい、もう一個のお題についてお前ら何分喋んねんいう感じでしたけど運命ってね、長いんすよね。そのやっぱりこう長いことやってるから話したいこといっぱいあったりするし、なんかいろんなエピソードがね、やっぱり年数分だけありますので、やっぱ ね重ねたら出てくるよ、ね、出てきますってって考えると、アルフィーみたいに47年とか48年とかってすごいよね。もう語りきれへんよな。多分1ヶ月でも足りないんじゃないんですかね。 DVD 30枚組にぐらいになるような感じ、ね、やばい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 すごいよなと思う。やっぱ続けることって大事やなと思いながら、あれでもまだ全部言い切ってない感ありますよね、我々ね、ね、うん、運命、本当に運命ですよ。本当にもう視聴者の皆様とも運命でございますし、いろんな偶然は必然だっていう言葉があるかのやるんですけど、でも本当にそうですよね、うん、あの偶然と思いきやそれは必然でしたっていうことって結構あるじゃないですか、うんうんうん、だからもう本当になんかこう無駄なものは人生ないんだなっていう、ないと思いますよ、思いながら最近ね、なんかじわーっとそれ実感しながら生きてます僕もだからいろんな仕事してきたんですよ僕ってすごいね、あの何をやりたい人か分かんない人で、あの何をやりたいか何をしてるか分からん人です、旗から見とったら。え、何屋さんこの人みたいな。仕事自体もいろんな経験してるんで、ね、あのまあ料理もやるし、うん、その現場っていうか建築現場もやってたし、はいはいはい、であのコーヒー豆とか売ってたり、うん、で家電の販売とかもしてたし、うん、でパソコンも販売してた、でそのパソコンのメンテナンスとか修理もとかしてたし、うんうん、とかあと何かやってたかなっていうぐらい、もう他その他もろもろもっといっぱいやってるんですよ。いろいろあるんで、僕やってる仕事、ね、やってた仕事 ね、うん、っていうのがあるんで、でもそれは今の中で全部役立ってるんですよ。でも僕その飲食やってたから今ランさんに美味しいものを食べさせることができるんですよ。店構えで分かるんですよ、コウさん店の雰囲気で、そう匂い、あここ行けるやんとか、そうその嗅覚超鋭いんで、行ってほぼほぼ今と 98% は当たりでしょ。そうそうそう、ね、よっぽどここ仕方ないから、個室やからとかであれやんか、撮影でしゃあないからっていうところはまああれやけど、それ除いたらほぼ当たりやろ。ほぼ当たりですよね、うん、いや私はもうね、ありがたい限りでございまして、もううまい飯しか食わしてくれへん人やっていうふうに思ってるんでね。そうそうそう、私飲食歴が長いもんで、そのだから飛び込みで行く時も僕ちょっと多分人とその見てるとこは多分ちゃうんですよ、うんうんうん、なんかそのメニューとかも見て分かるんですけど、うん、でここもそうやなっていうところにポッと入るんですよね。そう、だからここ間違いないんちゃうかとか言ってメニュー見てね、その店の意図するところまで読み取るんですよこんなメニュー置いてるんじゃ、なんだあここはこれが売りやと、まあ、うん、それだけ言ってるっちゅうことはまあそんだけ自信があるっちゅうことやから、まあまあまず外れはないやろっていうふうに考えるんで、うん、そんな見方すんのみたいな、うん、なんかそんな見方するんですよね、なんかそうやっぱり同業というかね、僕もそれの世界でずっと、うん、結構長かったんで、うん、そういう知識があって、なんか自然に選んでまうんですよね、はい、もうたこ焼き屋さんみたいな、このたこ焼き何ぼ売り上げ上げとんのやろなと思いながらそこその計算したりするんですよ。見るとこそこ、そうそう、なんか金の話になるんですよねこれどれぐらい売り上げ、これ何坪で、これ7坪ぐらいやろとか思いながら、いやー、まあ、だから7坪でこれ、ね、鉄板がこんだけええからとか言って商売やってるからね、なっちゃうんですよね、僕計算がそういう風にとか、でも美味しいもんはまあ間違いなく選ぶようにはしてると。まあまあそうですよね、なんかほんまに外れがないから、私逆にね、コウさん以外の人と食べに行くの怖いんですよ最近あの他の人と行くじゃないですか、うん、あの7割外れなんですよ、うんうん、今日のランチ良かったやろ。え、今日のランチめっちゃ良かったっすあれは僕店知ってたんですけども、そういう、まあ、チェーン店って言ってチェーン店なんですよ、うん、何店舗かある店なんですけども、ランチが美味しい居酒屋があるんですよ。そう今日行ったランチ、あのサブチャンで多分上がってると思うんですけど、結構な量で、そうそう、こんな安いのみたいな、税込み856円からなんでしょ。なんですけどお腹パッチパチになるんですよ。そうそうそう、味噌汁もなんかまあまあ大きいお椀で出てくるし、米もまあまああるんですよ。そう、
ほんでいろんなおかずがちょこちょこついて、ね、いろいろ楽しめるランチが856円で食べれるって、ね、もうなんかあれは贅沢やわ思って。ヤマさんとおるときやっぱり楽しみしたいんですよね。機嫌悪くなったら撮影に影響するでしょ。ごめんなさいね、ややこしくて私ごめんなさいね。昼にまずい飯食ったらもうそれ一日引きずるやん。一日引きずりますね。俺も引きずんやん。もうずっと言うてるから帰るまでずっと言うてる。もうね頭かかるんだよ、うわもうみたいな。だからもうその飯、ね、今日はだからランチをねしてからこう収録しようって言って言ってたんですけども、まあ、今日はしっていうところで、ね、であのコムズガーデンのね、まあ、まんまるさんっていう居酒屋さんがあるんですよ。でそこのランチが僕安いっていうのはもともと知ってたんで、うん、私何やったら夜の居酒屋の時も行ってみたいな。なんかメニュー見たらめっちゃ美味しそうなんで。めっちゃ美味しそうじゃないやつ。あそこ結構行けますよね。そのとびきりまではいかんかもしれないけども、その値段費用対効果で言ったら全然いい。費用対効果の問題ですよ。私ね別にねあの安いものが嫌っていうわけではなくて、うん、安いのにうまいっていうのがそういいんですよ。これ関西人ね興奮するんですよ、安いのに。そうなんですよ。だから高くてうまいのは当たり前やから、いかに安くて、いかにうまいものを探すかみたいな。あそこのいいですよ。だから京橋の時はあのあそこで飲んで帰るっていうのもありです、ね、あのなんかちょっとなんだろうやかましい感じも好きですし、店の中がこうなんかもうメニューのなんかもう紙ブワーってずらっと貼ってるのめっちゃ好きなんですよ私。なんかもう目移りするじゃない、何食べよみたいな、まあ、雑いやつね。そう雑い雑い店大好きなんですよ。なんかもう私安上がりな女なんですよ基本的に。うまいもん食わせて言うてる割に、いやあの味はそれなりやけど、でもねめっちゃ安いんやでここって言ったら、うんうん、マジでみたいな。ほんまにそれはね安上がりっすよ私。もうええ店連れてった。今日のランチはもうそのまんまるっていう店見つけたから、ね、もうここにしよう、絶対間違いないわ。って私も気持ち悪い割り方しますけどね。そうなんですよね。だから、ね、飯選びは大切。いやそうですよ、その一日の、ね、そう左右するもんなパフォーマンス。1日のそのパフォーマンスほんま左右しますよ。仕事してる時はあのどっちかというとご飯っていうのがあの、まあ、優先順位低くなるんですけど、うん、休みの日とか仕事以外でまずいもん食わされた時の私の機嫌の悪さたるやですよ、うん、もうなんか友達にも普通に言いますもんね、なんなんここ普通にまずいねんけどとかね。このねでもご飯の選択ってやっぱり飲食経験者でないと難しいかもね。でも私基本で友達と行くご飯、まあ私が基本的に決めるんですよ、うん、信用してないんで相手を、うん、まあ大体まずいって言わないですねみんな、うん、あここ行けるねみたいな。まあでも基本的にねコウさんと一緒に行ったうまい店しか行かないんですけど、そのままで当たり前やってるね。俺ツイッターとこなぞってるから、なぞってるだけっていう。お母さんともなぞってるから。なぞってますね。唯一神戸の方面の美味しい店は私の方が知ってるんで、うん、まあ、そっちはいいんですけど、大阪はもうこの人 の行った店をただなぞってるだけっていう。なんかねやっぱ、うん、店でその飛び込みで行く時って難しいからな。いや難しいですね、結構冒険や飛び込みで居酒屋入る時とかさ、うん、でもなんかあのなんか見てるポイントをなんとなく私も見てるんで、うん、こうさんこんな感じで前選んどったよな、うん、ここか、うん、そう行ってみようかみたいな、ね、メニューを見たりとか一発目に出てきた突き出しは何かによって、うん、なんかよう言いますよねそれね、うん、突き出し一発目にこれ出してくるってちょっといいの出してくるところはさすがに気合入ってるよねみたいな。この間のね京都ね、京都のね牛肉ですよ突き出しが、牛肉の黒毛和牛、牛肉の炙りが出てくるっていう、そう軽く炙ったやつ、そうそう、すんげえ突き出しで塩、これメインちゃうのみたいな、塩とわさびがついて、ね、こんなんで、ね、あこれ気合入ってるよねって。すごかったですよそこ。あと岡山のあれか、うん、あれ突き出しっていうかもうほぼ普通のメニューですよこれって、煮物のこの盛り合わせみたいな突き出しで出てくる。器と盛り付けがめっちゃ綺麗なんで、もともと絶対この人懐石やっとったやろっていう感じでしたよね、うん、懐石料理の盛り付けで、ね、あれその盛る時に三角トライアングルイメージするでしょ、うん、前にこう広がって、うん、で三角になるようにこう盛るでしょ、うん、これちゃんとしてるし、あの里芋の剥き方もむっちゃ綺麗に剥いてるし、仕事がすごいなこの煮物と思いながら、うんね、なんでこんななんか人目につかないところでやってるんやろっていう、なんかこしゃーい雑居ビルでやってるから、そうそうで入った時になんかあの日お客さん少なかったんですけど、パーって入ったらそこの店の店主あのタバコ吸って座椅子でウェーやっとったんで、この店大丈夫みたいな、この店大丈夫かっていやもうほんまに思ったんですよ。やばい外れ引いたと思ったけど、その時のいや違うから、コウさん
の顔がめっちゃ悪くて、うわやってもたみたいな顔してるんですよ。でもでも出てきた突き出しを見て当たりやこれって言ったもんな。でね、これ普通のあの居酒屋の人ではこの突き出し出さへんわ。あれは本物でしたよね。ね、仕事が仕事が綺麗わと思って、あんななんかね、あの大将結構ええ加減な感じに見えたんですけど、いや安乗るやんみたいなね。いやもう帰る予定やったんちゃう、もう客けえへんし、俺ら行ったんがもう9時とかそれぐらいでしょ。まあ、まあ遅かったですもんね。遅かったからもう閉店して帰ろうかな思ったんでしょ。ねすいません、変な時間に行っちゃって我々が行っちゃってみたいな。いやでも、でも綺麗、丁寧にやってくれたね。もう買い行きたい。天ぷらとかもなんかちょっと多めにあげてくれたりとか。そうなんですよ、うん、なんかちょっと多めにしましたとかね。そうそうそう、でちょっと、ね、あの大将と喋って、うん、いや我々も YouTube やって今日なんか岩崎宏美さんのコンサートコーナーしてきたんですよ、うん、みたいな。その業界の方もそこの店に行かれるらしくて、まあね、あれはね連れて行きたくなりますよ。だって出るもんちゃんとしてるし、 でちょっと個室あるから、ね、あそこプライベート確保できるでしょ、ね、業界のそのコンサートスタッフとかにも結構ね、入りやすいんですよ、うん、だからふすまで完全に個室できるスペースがあって、なんならその別にたあの歌手の方でも行けるかなっていう、うん、ちょっと隠れが貸し切れるもんな、あれ小さいからな本当に。だからあのある意味なんか隠れ家的にしたいからああ行って、ね、うん、目のつきにくいところにあるのかなっていうのを思ったんですけど、うん、あれは穴場でしたよね。なんかね、また岡山でひろみさんいるとき行ってほしいな。いや私行きたい、何かにつけて岡山に用事作って行きたい、あの店でひろみさんが行ってほしいなって、ね、あ逆にね、いや本当美味しいですよね。だって多分いろんな美味しいもの食べてる人でも十分納得いきますよ、うん、あそこの味付け、まあ、一応僕も料理人をやってましたんで、間違いはないと思います、あそこの店は。あれは美味しかったわ。あの個人のちっちゃい店やから逆にそういう風に隠れ家として、隠れ家っていうかそのタレントさんとかってやっぱ顔がさすから、うん、普通の居酒屋行かれへんや、うん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 、あそこやったら個室あるし、まあそうですよね、なんならでもあともうテーブル1個か2個ぐらいしかないんで、うんうんうん、貸し切りでもいけるよ、うん、多分十分や思いますか、うん、そこもええかこれがなると思うけど、ほんまにねっていう、なんか、ね、なんかすげえ無駄話で、無駄話でオープニング相変わらず長いわお前らって話オープニング、はい、オープニングです今オープニングでございました。ありがとうございます。はい、視聴者投稿のコーナーでございます。ということで、はい、今日もね、3通読みましょうかね。はい、はい、行きましょうか。じゃあどれから行こう。音楽ネタがね2枚来てるんで、はい、それから行きましょうか。はい、行きましょう。はい、差し出し奈良県の馬之助さんです。はい、はい、いつもありがとうございます。はい、私の人生を変えた曲、思い出の曲ということでいただいております。はい、こうさん、ダンさん、どうも。馬チャンネルこと馬之助です。明菜卿の私ですが、有名歌手で明菜ファンだった人がいます。あの村下幸三さんです。誰ですか。好きだよと言えずに初恋は知らん、なんか知らないらしいんで、存じ上げません。あの村下幸三さんの、はい、じゃあ今度動画をやりましょう。あ、やりましょう。なんなら今日やりましょう。今日というかあのこの後撮影しましょう。はい、やりましょう。アキナという曲を出しています。アキナっていうカタカナでアキナっていう曲があるんだ。彼は99年に他界されましたが、アキナという曲はアキナさん自身知らなかったそうです。ほうほう。彼の死去から4年後、歌姫さん、歌姫3いいですか、ね、ルーム3やからルーム3って呼んでもらえな、うん、歌姫3という歌姫さん、カバーアルバムを収録する際に、アキナという曲のことをアキナさんが知り涙を流したそうです、うん、急遽歌姫3に彼の踊り子を収録することになったそうです。ぜひ両曲とも聴いてほしいですということで、村下幸三さん一回もやってないですね。私存じ上げないですね。いい声の方です、はい、すごくこの方の声は僕も好きですし、あのギター上手ですしね。弾き語りの方ですか。バンドもともとそういう歌の方でデビューはしてるんですけど、ああなるほどね、デビューというか歌の方がメインやったんですけど、弾き語りもちろんギターも弾かれるということで、なるほどなるほど、ね、はい、またこれちょっと村下幸三さんの動画やろうかなと思ってます。でもこれね、ご本人さんがお亡くなりになられてから知ったっていうのもちょっとなんかこうなんかね、ねえ、アキナっていう曲、
へえ、こんな曲があったんや、アキナっていう曲、へえ、知らないですね、どんな曲なんですかね、なんか気になりますね。アキナさん想像して作ったってことですね、これね。うん、で、歌姫3っていうその、アキナさんのアルバムに踊り子っていう曲を収録したっていうことですね。なるほどね。え、でもこれ、あ、収録する際に知ったっていうことですね。うん、そう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 。誰かが、あ、こういう曲あるんだってっていうふうに教えてくれたんですかね。アキナっていう曲があるんだよっていうのをアキナさんがし涙を流したそう。あ、でもなんか自分のことを歌にしてくれるってすごいいいですね。私なんかどうぞの知らん誰かにしてほしいな。あ、俺やったらあかんな。あかんです。で、気持ち悪いから近すぎて無理です。俺でもララさんの曲作ろうかなと思って、そのなあ、結婚できへんかったみたいな結婚できへんかったみたいなもう、あの、直接的です、表現が表現が歌にするときはドラマチックに書きまんがな。結婚できへんかった言うて、そら歌いたないわ私も歌にするときはちゃんとドラマチックに書きまんがな、書きまんがなみたいな、そういう話じゃなくて、私ってこういう人ですよね的な感じの人を、なんかこう、なんて言うんですか、こう知り尽くした人間がやるんじゃなくて、なんかこう一番として作ってほしいなっていう思いはあるんです。まあ、多分どうせ、あ、誰か、じゃあ、これ見てらっしゃる方で音楽やられてる方いましたら、あのランさんの曲を、まあ大概ね、私思うんですけど、乱れた曲ができそうな気がします作っていただいたら、ここで流しますよ泣いてくれるかな、ランさん。いやー、そら泣きますよ。でもなんか、なんて言うんですかね、激しい感じでされたら泣く暇なくなるんで、ちょっとここバラード的な感じでね、やってます。でもそんなイメージないか。ランさんでかいランさん声大きいもうそれ、その見たまんまだから、コウさん、酒はよう飲む酔っ払いもする佐田正史さんなんですねでも当たってるえ、でもなんかおもろそうじゃないですか、それ、うん、まあ、でかい声もでかいやります、そういうの誰が聞くねん今、はい、ということで、はい、次行きましょう、行きましょう、次行きましょう。千葉県のサンディさんです。ちょっと長いですけど読みますね、うん、はい、家路を聞いて、あ、この前ね、岩崎宏美さんの家路っていう曲を、ね、げましたね、聞きましたという動画をあげたんですけど、はい、それを見ての投稿でしょうね、はい、家路を聞いて、とても素晴らしい曲だと思います、マドンナたちのララバイが母の愛を歌えば、家路以降のカサスのテーマソングは、より身近な男女の愛情へと変わっていくように感じられます、これが悪友さんの言われたヒロミの魔力ですね。カサスの五部作の中でも歌唱的には最も難しいのが家路かもしれませんねと。音程の上下、転調尋常な歌ではないですねと。ちょっと飛ばしましょう、はい、はい、ちょっと長いね、あんまり言うと、はい、最後ですね、友人で音大の声楽に進んだ女の子とカラオケに行った時に、ひろみさんの歌にトライして、途中であれあれって言い出して詰まってしまっていましたぐっと余韻をつなげたいので次の音が始まってしまっていて、無遠慮に歌詞が乗っかっている、これじゃ気持ちよく歌えないじゃないと言っていましたねと。曲は未完の衝動でした、再トライした家路では、最後は息が、厳しくなっていましたと。未完の衝動、気持ちよく歌えないのやっぱり私が思ってること、皆さん思うんですね、うん、歌ったらねはい、ということでちょっと飛ばしましたけどね、はい、はい、あのひろみさんの歌、なんかすごいですからね、やっぱりその、すごいです、なんかね、あの多分そのなんかこう作曲する側もですね、うん、チャレンジしてるんでね、どこまでいけるんですかね、この方は。どこまでいけるのかなっていう、なんかこうなんていうんやろ、こうお互いやり合う感じの、そうそうそう、いい意味でやり合ってるっていう、ね、いいぶつかり合いみたいな感じですよね、うん、まあ、だからこそあの時代っていい曲が多いのかなっていうふうに思いますよね、うん、そうだから、うん、ひろみさんに関してはね、本当に我々、本当もう間接的というか、直接的にもお世話になっておるんで、そうですよ、あのね、すごい大きい、今年の大きな
笑いの人とかも岩崎宏美さんだったって、ね、何やったら私5年ぐらい志願でいけそうな気がします、ね、来年まだ多分ここで志願でますよ、何やってません、ずっと志願でますけどね、あの時こうやったな言うてまだ言うかお前らみたいな、まだ言うかもうえっちゅうねんって多分思われるかもしれないですけど、もうえっちゅうねんって思われてももうしゃあないもんな、まあ、しゃあないです、しゃあないです、もうあの永遠に志願ときたい私はだってこれこんなことがもし自分に起きたらって考えたらやっぱりしがむでしょ、しがみますって誰かて、しがむしがむ言うて、何のこっちゃ分かんないね、ここから見た人はね、ずーっとね、ずーっとひろみさんとの思い出をずーっとここら辺でないもう思い返してな、でまあな言うてね、歌はねやっぱりでもね、僕はでも一番そのほんまにその当初からランさんが参考するんやったらひろみさんが一番よねと思ってた人なんで、一番無理のない発声をされてる方なんですよね、うん、ほんでまあ、あの威力がすごい、うん、威力声の威力だからランさんがこの前スタジオ行った時若干そういうの出てたやんか、その影響っていうか、ああもうもうリラックスしてこうファッと前に出すっていうワンインチ感、こう、うん、ワンインチ助走がなしっていうね、頑張りますもっとちゃんと出せるようにこうやって意外とリラックスした方が出るもんなんで、まあまあ、ね、あんまりねもう力むとやっぱり出なくなっちゃうんで、うんうん、でそのリラックスしてこの前ランさん歌ってたからちょうどいい感じになってるな、そうですね、一番なんかこう体に全く負荷のかかっていない声が出てたんで、うん、まあ、その時の声って一番伸びやかなんだな自分って、うん、思いましたもんね、俺らがこうギター弾きながら聴いてて気持ちよくなるんで、うんうんうん、あれ珍しくそうなったんですよあの時は、いい感じに入ってきたな、おーおーうーん、あこれちゃんと聴いてるなっていう感じの聴くことだけでもそれだけ変わるんでしょ、でもいやもう聴くだけでね、うん、私もそれがね自分の中で一番びっくりして、聴くだけで人ってこんなにも声の出し方変わるんやと思って、うん、練習ねほぼしてないぐらいやったんですよ私、本当に大きな声出してっていうのが、うん、なんか口ずさむっていうのはようやってたんですけど、でも、うん、口ずさむのと歌うのってまた違うじゃないですか、うん、声の使い方が、でやってみたらまあ最初はなんかうまいこといかないな、うまいこといかないなとか思って、でもなんかやってるうちにどんどんなんかあはまってきたぞ、はまってきたぞ、うん、はまってきたぞ、うんうんうんみたいな感じでやってたら、あここまで出るんやみたいな。これね、だからあのロック歌う時でも結構ランさんロック歌う時結構決まるやんか、決まりますね、でそれをやめて結構リラックスして、ね、もう大人の歌い方に変えていったら意外とロックもいけたりするよね、えあのそう思いましたね、 X のトシさんとかがそうやん、あそうですね、 X のトシさんって若い時すっごい決まって歌ったけど、うんうん、もう今すのあれやると喉をやっちゃうから、うんうん、今ってすごいリラックスしてでめっちゃ綺麗な声なんですよね、うん、歌われるでしょ、で紅とかでもすっごいリラックスして歌ってるんですよ、そうあのリラックス感が出るとだいぶ楽になってきますし、ね、あの喉つぶさんでええって、うん、いやでも本当にね、ひろみさんはもうずっとこれから参考に、ね、すごいですよひろみさん聞くだけで歌があの歌いやすく上手くなるっていうやっぱりこの今までいろんな女性の歌手、はい、素晴らしい歌手聞いてきましたけども、ランさんに発声とか合うかなと思ったのがやっぱり岩崎ひろみさんなんですよ、質的に、うん、やり方で合うやろなっていうのがひろみさんやったんですよね、まあ、そうですね、で他の方は山口百恵さん、アキナさんとかはちょっともう外れすぎてて、ランさんのそのもともとのその体の作りが違うから、ここのね、あの無理、向き不向きがね、うん、人間ってあるので、ちょっとハスキーな感じでっていうのは無理なんですよ、一番なりたい声はハスキーな声なんですよ、うん、どっかにコメントありました、あの酒飲みまくって潰したいんですよそれね、私一回やったことあるんですよ、ほんまにやったことあるんですけど、ならないですよね、あれならないです、あの声が出なくなって、で戻るじゃないですか、これになるんですよ、声がだから無理っす、あの声帯に流し込むわけじゃないから、お酒って、食堂に流れるんで声帯をやるっていうのはなかなか難しくて、ずっと歌い続けて潰すかとか、そうなるとポリープできる可能性もある、ポリープできてやっぱりなんかこう歌えないとかそういうになるんでね、うん、だからやっぱり無理なんだよね、無理そう、そういう意味ではこのワンインチボイスの岩崎宏美さんが一番合うよねっていう僕は考えで、自分でもやっぱりなんかこう気持ちいいなと思ったんですよ、うん、ほんまにあのシンデレラハネムーン歌ってる時、わあええわ気持ちゃう完璧には歌えてないにしても、あええわこれは思って、うん、もうおっさんみたいになってましたけど、ね、シンデレラハネムーンもまあまあ
未完成ではあるけども、うん、その部分的に結構ええとこあったから、うん、まああのまま練習していけばいいんじゃないみたいな、まあまあね、思いますけどね。あとはもう慣れて、はい、歌詞覚えて、うん、あのやった方が多分歌いやすくもなるし、まあそうですね。じゃないとあの見ながらやったらそっちの方に意識いって ここがちょっとおざなりになるんで半分なんですよ、能力が。そうなんですよね。だから歌詞覚えてこうファーッと自分で好きなように歌った方がいいかなと思いますね。結構なんかあのシンデレラハネムーンっていうこの下がちゃんと出てるんで、ああ、うん、下がね下のシンデレラっていう、まあ俺らが歌ったらちょっと高くはなるんだけど、はいはいはい、でも女性からしたら低いキーのこのシンデレラハネムーンっていうちゃんとあそこの低いところがちゃんと出るんでランさんね、まあその辺いいんちゃうかなと思って、まあまあ、頑張ります。高いところはしんどいですけどねあれね。もうねやっぱりヒロミさんの歌も音域広いんすよ。でもシンデレラハネムーンってヒロミさん歌の中では音域どっちかっていうとまだちょっと限定的なんで、他のとこ行ったらもう、うん、マドンナたちのララバイ高すぎてウィヤーみたいになるんですよ。いやマドンナたちのララバイも一回ねランさんチャレンジしてほしいんですよ。ただマドンナたちのララバイはサビの最後のところだけが多分きついやろなと思って、きつい、もうそこだけあのファルセット風にせなしゃあないやん。きつい今のヒロミさんでもそこだけちょっとファルセット入れてるでしょ、うん、まあ、そういう感じでやっていけばいけると思いますよ。ヒロミさんのそのなんていうんですかね、あの迫力のある曲ってもう息が持たんのですよマジで僕ねなんかマドンナたちのララバイはね僕の頭にあのオリジナルアレンジができてるんですよ。それぐらいだいなと思って、まあ、まあでもあのヒロミさんの歌はあのなんていうんですかね、うん、教科書なので、うん、そうそうそう、あのヒロミさん自身が歌うとすごい勉強になるんですよ、うん、あの上手い下手は置いといて、うん、自分のなんかその教材として練習はしていきたいなっていうふうに思ってますので、はい、カバーしていこうかなと思いますけど、はい、まだあのシンデレラハニムーンね出来上がったらライブでやろうと思いますんで、ね、そうですね、はいはい、またお楽しみということで、はいはい、次行きましょう、はいはい、どなたでしょうか。はい、兵庫県神戸市のみどりさんでございます。ありがとうございます。お会いしましたね、あのとしちゃんのライブで。そうですね、滋賀でしたっけ。滋賀で、滋賀でお会いしましたね。あのすごいねスラッとしてる方で、そうそうそう、そうなんですよ。あ、私と身長ほとんど一緒じゃんみたいな、ちょっと嬉しかったです嬉しかったです、はい、ということで、はい、行きましょう。こんにちは、はい、8000人登録おめでとうございます。12月7日の生配信久しぶりでとても楽しかったです、ね、お二人の芸人さんではないかと思うぐらいのトーク最高でした。体調に気をつけてくださいね。ランさんリーダー年末の伝突楽しみですありがとうございます。こういうメッセージいただきました。ありがとうございます。いやいや嬉しいです、嬉しいです。生配信ね、はい、芸人さんではないかというそんなに喋ってたけど、生配信喋ってたか。喋ってましたね喋ってましたよ、こうさん久しぶりやったもんなあれね、生配信自体がテンション超上がってましたもんね。うん、いや私はテンション上がってましたあの日。うんうんうん、いや生配信ね私大好きなんですよ。生配信ズハイになるぐらいなんで、私なんか急にスイッチ入るような急に入る配信になるとね、頭おかしい人みたいなそうでしょ急にね、ちょっとコウさん引くんでそうそうそうみたいな感じでだからねこの状態で酔ったら大変やなとか思いながら、だから横でねいろいろ様子見ながらちょっとなんかどこら辺でブレーキ入れたらいいやろかっていうなんか、うん、なんかそわそわ感はすごいね感じておりますよ毎回まあ前回は僕は逆転してましたけどね僕はだいぶ余裕ながら配信やってましたけど、なんとかでもあれ見たけど配信中はなんか冷静を装ってた。そこら辺はなんかわずかながらの理性でガーって押されてるみたいなのがあったんですけど、なんかそんなにうん別に大丈夫かなって。配信終わった瞬間からがもう やっぱり我慢してたんやっていうぐらい、へえへえ、うねえ、ぐわー入れて、水氷なんやないかい言うて、はいはい、氷持ってきますよって、わー入れて、私が。おまずまで。いやいや、全然いいです。じゃあ、ランさんに氷を取りに行かせるとかしてたからね、俺、普段絶対自分でやんねん。でも私、言ってました。氷あらへんやん、もうないんかい。ありますよ、高さんこそ。ちょっと読めたんな、逆転した時やそうそう一瞬だけな一瞬だけそんな
なこと普段せえへんもん。絶対氷とか自分でやるもん。氷どこって言うじゃないですか、まず、うん、あ、なんか冷蔵庫だやるやる、自分でやるっていう、うん、俺人にやってもらうのあんま、なんか自分でやりたい人やからやんねんけど、その時だけはランさんに氷用たら なんか妙に亭主関白感出んねんな、この人とかお前を嫁にやめて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 言っておきたい言っておきたいことがあるありますか、コウさん、言っておきたいこと。言っておきたいこと、ラムさんもし読みにもらうとしたら言っておきたいこと、はいはい、何があるやろ。あ、それおもろいな、そのテーマな。シミュレーション、ラムさんを読みにもらうっていうのがまず想像ができへんか、あれやけど。まあ、私もね、想像ができないですけど、もしもらう、ね、ヤンさんを、まあ、20年後としましょう、はい、20年後ね、20年後やったらもうしゃあないし、ええかってなってるかもしれないよ、ね、20年後言うと私が54歳ハゲ散らかしててこれ白髪まみれでねなるべく綺麗におるようにするわ。それはね、20年ぐらいはね、はい、はい、まあ、でもその時どうやろうな、言っておきたいことありますかね。いや、別にこれしてくれとかこれやってくれとかないもんな、関白宣言みたいに。まあ逆にこれやめてくれの方が多いんちゃいます。ああ、まあなんかこれはやめてやんちゃだけやめてなと思うぐらいそのなんかこう下系のやんちゃだけやめてと思ってやんちゃね僕だからうるさいんですよ、そこだけはね。僕うるさくて、女としての価値を下げる行動だけはすなっていう。ああ僕ここだけですね、それ以外別に何やってもいいんちゃうっていう。だからコウさんの言っておきたいことは、女の価値を下げるようなことはすないことね。そう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 僕そこだけはね、うるさいっていうか、まあそれでいっぱい嫌な思いしてきたんで、まあね、そこだけはずっとうるさいんですよ。そうそう、だそれさえやってれば別に平行いてねようが、別にその洗濯もそこらほっぽらかそうが、別にやってあげますよっていう感じですかね、僕、はい、そこだけなんですよ、あと何にもないもん、条件。うわ、ないもんだって。いや言うて、まあ実際そう、まあもしもですよ、まあないですけど、もしもそう実際そうなりました、いっぱい出てきますよ、うん、あれせこれせいうことがいっぱい出てきますよ。まあ、しないしない俺今までそんな言ったことないもん、逆に。でも急にスイッチ切れるじゃないですか、コウさんって。あ、無理みたいな。あー、だから俺スイッチ切れるのって、その女の価値を下げた時にスイッチ切れんねん。あ、プツッとね、うん、あー、こんなやつなんやってなって、プチ、はい、やる気なくなった、終わりってシャットダウンみたいな、ピチッて言うたら、ほんまスイッチかよ。なんかね、結構その昔人間やと思われるんですけども、そのそれは僕がのその人生ちょっといろいろあったんでっていうことで、そこだけはすごいうるさいっていうか、それ他人に対しても結構うるさい、友達に対してもそれは。なんか目がもう光ってますね、そこに。そう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 、見てね、いらんことするなと、そのはしたないことをするなと。いうのだけはありますね。お父さん、そこだけだったら別に、平行いて寝ようが別にね、あの家事せんであろうが別に、俺できる人やからさ、自分で何でもやっちゃう人やから。何やがや言うてね、ちょこちょこやってますもんね。私は掃除しませんけど。掃除もするし、料理もするし、別に洗濯も清潔はするし、みたいな、風呂も洗うしやな。結構何でもするの。あ、そうですよね。あ、結構普通にする人やね。食うじゃないねんな。風呂とかも掃除しだしたら止まれへんしやから、ピッカピカにすんねやんか。やったら止まらんタイプいうのはなんか見てて思いますもんね。だから俺も、ね、そのたまには手抜いて も,、うん、もう汚いけどもええやっていう時もあって、うん、しんどなるから、うん、そこにしやるから、うん、そりゃそうですよね。ただ潔癖症ですよね。やりだしたらもうピッカピカに怖いようにこう、そんな風呂入られへん、私汚されへんわって思うからある程度汚い方がいいですね、私は、ね、僕は別に料理もせんよと、うん、実際に昔同棲してた時とかしてましたよ。まあ言ってましたもんね。相手が遅いし、俺その自営業で、ね、うん、家おるから、まあ、普通に夕方に買い物行って、そうそうそう、料理して、ね、イオンにジャスコに行ってさ、ね、安くなる時間があるからそこに買っといて、うん、でそれでビーって、もう主婦ですよね。主婦やるで、全然やるで。LINE で今日何食べたい？もうじゃあ今日は豚の生姜焼き言うたらそれかもしれない。生姜焼き、オッケーオッケー。便利超便利全然できんねん。そう、なんかほんまにそうやって好きでおる人って全然いける人やねん、普通にできる人は。ね、でもそんなんしだしたらダメになっていきますよ、全員らしいな、うん、ダメになっていきます、女子はダメです。 ある程度こう分担せなあかんの。分担せなあかんらしいですよ。何でもやるからな、うん、でもできちゃうからな。私分担されてもちゃんとせえへん自信しかないんで、もう言ったのになんでせえへんのって言われるの目に見えてるんですよ。だってしんどいもんとか普通に言うから
的にもそういうの怒らへんから優しすぎるからあかんって言われよく言われるんですよ。そうなんですよ、コウさん優しすぎるんでね、なんかそういうの甘やかすんでね、甘やかしちゃうんですよ、ね、もうランスさんもどんなに甘やかしてるかもう私コウさんには言うこと一切ございません自由にやらせていただいておりますので、お前 ねまあでもこのなんか芸人さんではないかというトークあでもそう見ていただいてるっていうのはね、ちょっと嬉しいですけど、うん、あの目指してるところそこなんで言ったら、まあ、別に吉本入るとかじゃないですよ、ね、NGK で立つとかそんなじゃないですよ、2人で漫才してね、うん、はいどうもみたいなの やらないですからルームさんですー言うて、ね、ネタを決めるとやりにくいよな、でもこう、そうですね、フリーでやるからこれできたりするよね、そうですね、フリートークが一番、これ台本できるとちょっと難しいよな、あかんですね、うん、多分ね、私が覚えられへん、台本できちゃうとちょっとしんどいかな、うんうん、この感じが出ないんじゃないかなと思うんですけどもね、いやでも本当に最大級の褒め言葉ですね、芸人さんみたいなトークっていう、そうそうそう、だからそのライバルのチャンネルが出てきても多分ここだけはまねできへんよねって、うん、まあ、別の動画でも言ったんですけども、うん、まあ、それがあるんで、まあこのおしゃべりは大事にしていこうかなと思ってるんですよ、実はね、そこが私たちの強みでございますね、まあ、本当によりしゃべるな、俺なんかね、友達にも言われて、はい、あんたらようしゃべんなってようしゃべんな、そうそうそう、いやほんまによう喋んなですよ、だってくだらん滞在でどんだけ引き伸ばして喋ってんねんいう話でしょ、二人しておしゃべりの練習ってそこでそのくだらない10分トークでやるじゃないですか、あれ練習なんですよ、うん、だから皆さんは練習に付き合ってもらってるという感じになるんですね、くだらん話題でね、そうそうそう、いくら話題でどんだけ面白いこと言えるのかなって毎回実験でこうやるっていう感じでやってるんですけど ね、10分トーク言いながら10分以上喋ってますけどね、絶対10分にはならんですけど、ならんですね、まあ、10分でまとめようもまとめれるんですけど、まあ、オールナイト関西1時間あるんで、まあ、尺稼ぎもありますけども、正直言って1時間もよう喋り続けてますね、だって1時間喋ってるだけやもんな、うん、毎週、いやなんかね別のコーナーを入れたいなとか思うんですけども、うん、まあライブとかが入るとちょっとその別の動画がいろいろ入るんかなって、まあ、今なかなかねこうまだそういう企画がないんで、ないんですよね、そういうのが入っていくとその、うん、イベント企画ついでにいろんなものが撮影できるなっていうので、はい、それはまた来年多分いけるんかなと思うんですけども、まあちょっとね楽しみにしていただければ、まあ、今のこの調子だったらちょっといけそうかなっていう感じがなきにしまあらですけどね、どうなんでしょうね、この年末年始でどうなるかやわな、年末年始でどこまでコロナがブワッて戻るかっていうところですね、1月で大体決まるんちゃう、もうだってもうね今年末の感じでしょ、うん、土日ぐっつい人出てるんですよ、ぐっつい人、そうそうそう、もうめっちゃ人、そうなんですよ、うん、確かに確かに、そうなんですよ、でちょうどね今週ぐらいからやっぱりうわーって人が出だしてる印象があるんで、うん、これがね今日もちょっとだから電車人多かったもん、多かったです多かったです、私も本当に大阪出てきた時にもうなんかもう大阪駅もうごっつい人なんですよ、うわーってもうひしみき合ってるんで人が、うわすっごいなとか思って、やばいっすね、やばいっすね、どうなんだろうな、これで増えるのかなこれで落ち着いてくれたらいいんですけどね、でもなんか今のところそんな増える傾向が見えないっていう、これ不思議と、ええ不思議と、これがだから原因が何か分かってないんですよ、いわゆるファクター X っていうやつですよ、うん、でもなんか日本人独特のそのなんかあの免疫機能があるらしくて、まあ分かりません、ちなみに私日本人じゃないのでそれ当てはまらんなと思いながらテレビ見てましたけどね、アジア人のなんかのなんかこの酵素がどうのこうの言うのあったよね、でも日本だけ少ないっていうのがおかしいよねっていう話になって、韓国ね今すごい増えてるんですよ、そうそう、日本だけなんでこんな少ないのっていう話になってて、もう各国から不思議がられてるんですよ、日本人なんでみたいなところがあるらしくて、分からん、これがまたあのバウンドするかもしれへんな、その今少ないけど、うん、じゃあその他の国が少なかった時にまた日本が増えるんちゃうのとかいう考え、前がそうやったやんか、あ、まあそうですね、うんうんうん、まあ、どこ見てみる限りには分からんちゅうことですよ ね、わしらには分からん、えもうあの世の中の流れに身を任せてやるだけでございますので、我々ね、そうなるようになる、え、しがない一般人でございます、もうなんかあの、はい、もう制限制限とまあそれに合わせてね、あのやりますし、ただ動画は止めませんので、はい、皆様止めません、安心して見ていただければと思います、はい、ということでですね、はい、視聴者投稿でございました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ではコメントを読んでいこうのコーナーでございます、イエーイ、何やかん言うて必
久しぶりです。どこのコメント読んでいこうかなと、はい、まあ、先日ちょっとショートライドを出しまして、はい、愛について話しますっていう動画を出したんですけども、はい、まあ、それについてね、まあ、ちょっと、はい、愛についていただいたコメントをですね、ちょっと読んでいこうかなと思います。はい、読んでいきましょう。はい、ランさんお願いします。はい、まずさっちゃんさんですね、いつもありがとうございます。はい、はい、いろんな愛がありますよね、うん、私は YouTube で西城秀樹さんを見ていたら、うん、ルームさんさんの動画に出会いました。はい、それからランさんコウさんの YouTube を見させていただいてますが、はい、毎日が楽しくなりましたよ。あら、うん、とてもお二人の楽しいおしゃべりとお人柄で癒されてます。はい、それもお二人からの愛を受け取ってるって感じてます。うん、まだまだ浅い期間ではありますが、ルームさんさんの動画でほっこりして毎日頑張ろうと思うんですよ。うん、それも、お二人の愛を散りばめてくださっている証拠やないかなと思います。うんうんうん、私が YouTube を見出したのも今年に入ってからなんです。長々とすみません。そうなんや。そうなんですね。へー、いやー、でもなんかそう言っていただければありがたいですね。ありがたいですよね。マジか。うわー、なんかかこういっぱい書いてくださると嬉しいですね。なんかね、僕はだからその、うん、なんかこうやっぱり見てくれてる皆さんと一緒になんか やりたいなっていう感じでやってるんですよ、実は。最初からその目的で私たち YouTube やってるんで、はい、ね、うん、まあ、せっかくなんで我々の動画見て、まあ、ちょっとでもなんかちょっと笑ったりとか、うん、幸せやなと思ってくれたって、これ綺麗事言うてるように見えるんですけどね。でも実際そう考えてるんでね、うんうん、だってそう嫌でしょ、僕らの動画見て嫌になりましたって思われたら嫌やな、なんか普通に考えて。いや、悲しいですよ、ね、私は悲しいよ。どっちかというとルームさんの動画見て運が良くなりました言ってもらう方が僕らは嬉しいですから。で、面白いとか毎日ちょっと活力を得ていますっていう感じのね、コメントをいただけるとね、フィードバックで僕らの活力っていうか、うんうん、嬉しさになるんで、まあ、そうですよね、いいループになっていけばいいなと思います。本当にありがたいお言葉いただきました、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょうかね。 KU さんですね、はい、ありがとうございます。なかなか愛について語ることなんてないですね。ジ・アルフィーの曲にはたくさんの愛のいい歌がありますからね、ということで。高見愛大好きです。ほんまにそうですよね。あれ本当にね、僕ほんま尊敬するんですけど。でもそのね、表現の仕方がいろんなやり方で表現されてるんで、うん、愛ということをストレートにこうポンって言えるっていうのをするんです、ね、それがもうだってずっとでしょ、うん、ね、これやっぱり照れくさくやっとたかねえなと僕らは思いますけどね。そうですよ、愛の男ですよ、高見は。俺も愛のお父さんになります。いやー、ちょっとうわー、もう おっちゃんがそれ言うのはね、愛に満ち溢れたコウさんでいきます。ね、正直言ってそれコウさんが言うじゃないですか、宗教感めっちゃ出るんですよ。宗教感。愛のツボ売ります。いや、ほんま宗教感、これを買うと幸せになります。コウさんマジなんか不思議なんですよ、うさんくささが出るんですよね、愛とか言うと。あ、なんでか知らんのですけど、やっぱりこういうキャラでやってるからでしょっていう。はい、そもそももともとそのちょっとビジネス関係のことを喋るのも好きやったりするし、そっち系数字好きですから。まあそうですけど、うん、でも心から言っててもやっぱりちょっとうさんくささは拭えないなっていうのは私の中ではあります。それも一つの売りということで、まあまあね、はい、よろしくお願いします、はい。じゃあ次行きましょうかね、はい、LT ラビットさんですね、ありがとうございます。情熱と愛のルームさん。西城秀樹さんのアルバムに愛と情熱の青春というのがあります、はい、復刻版 CD 絶賛発売中です、ということで。あ、秀樹さんなんか CD ね販売してますね。あれまだ見とかなあかん。LT ラビットさん、情熱と愛のルームさんが刺さったらしいです。情熱と愛のルームさん。一番似合わん言葉でしょこの二人、そう、情熱と愛なんて、そんなもん。情熱と愛。でもやね、はいはいはい、情熱と愛なかったらここまでやらんかった。いや、まあ、そうですけど、現実的に考えて、いや、まあ、まあね。でもそう考えると意外とその誰よりも情熱と愛はあるのかもしれないですよ、我々。いや、まあまあ、じゃないと毎日投稿を1年半以上やってないですって、うん。それを照れくさくて普段そういう風に表現しないだけの話で、まあまあまあ照れ屋さんね、2人でもともとこういうキャラクターでやってるもんで、それもあるんで、はいはいはい、はい、言わないですけど、結局はそうです、まあね、情熱と愛でやっております、はい、情熱と愛の、はい、ね、こっちが情熱でこっちが愛、はい、あの宗教感満載ですね。はい、行きましょう行きましょう。大垣義さん、いつもありがとうございます。
リーダー散髪しはりましたか、はい、はい、いつものおはようこんにちはこんばんはに2人からの愛を感じています。ありがとうございます。これね、この挨拶ももうだいぶ定着しましたよね。そうですよね。ね、こんにちはこんばんおはようございます。最初にこれをこんにちはこんばんおはようございますっていうのを言い始めて、うん、まあ、この挨拶がいいよねって思ってくれた人がいたんで続けたんですけど、そうですよね。でちなみにこの順番なんですが、最初はこんにちはこんばんはだけで言ってたら、そうそうそう、コメントであれおはようございますないよって言われて、じゃあ後からおはようございますつけようかって言ったらちょうど語呂が良くなったっていうね、奇跡的な、こんにちはこんばんはおはようございますって言いやすいんですよね。そうそうそう、そうなんですよね。ちょうど動画が上がるのも12時なんで、実はこんにちはから始まるんですよ。あ、なるほど、はい、昼でしょ、はい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 、まあ、土日だけちょっと朝ですけど、うん、平日でもほぼ12時にやるんで、こんにちはこんばんはでおはようございます。でもその順番で見てる人も結構いると思うんで、土日は朝からですよね。土日は朝からです。もう土日バージョンでおはようございますって言いにくいやろ、めちゃくちゃだから、もうこれにしてんね、はい、順番こんにちはこんばんはおはようございます。心が悪いはい、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。はい、 P さんですね、いつもありがとうございます、はい、昔愛と恋の違いはとの回答に、うん、愛は真心、うん、恋は下心、はい、と何かで読んだ記憶があり、なるほどなと思った覚えがあります。愛は真心、まあ、そうですね、心が真ん中にあって、で恋は心が下にあるんで下心っていう、ね、恋は下心こらでもそれも含みの恋ですよね。恋はね、言ったらね、恋ってそうですよね、うんうん、そうですよね、はい、愛は本当になんかこういう話題になると、ね、ちょっと発言をうまいことを考えながら言わないとえらいこと言っちゃうんでね。えらいこと、はい、えらいことね。でもなんか本当にそうですよね、恋はいろんな意味を含むんで、愛だけはなんか純粋なものなのかなって勝手に私思ってます。うん、恋ってどうなんな、はい、恋ね、恋の定義むずないです。恋の定義も難しいな、うん、だってね、今なんか友達以上恋人未満みたいな言葉もあるぐらいなんで、うちら何に入んやるな、友達以上恋人未満ですか、未満かってなるけどな、恋人以上ですか友達以上恋人以上以上ですよ恋人って、俺もうちょっと軽いとこやもんだ。あ、そうなんや。いや、なんかその中間なんかだ、私はごめんなさい、軽く考えてるわけじゃないんですよ、こうさ、たなんか苦しいわ違うんです、あのお互いの価値観の違いですよね、そこら辺はね。恋人は私、いや、線路がちゃうねん新幹線乗るのとな、在来線乗るから違いですわ。はい、焦れば焦るほどなんか変な疑惑立つんで、はい、ここで切りましょう、はい、はい、じゃあ次いきますケンジさんですね、はい、いつもありがとうございます、愛って軽い愛から重たい愛まで、家族愛も、うん、自分の家系はがんの家系で本当に大変でした、辛かったなってことで。ああ、それは辛いな、その家系がね、そういう家系って、ね、うちはね、うん、がんではないけど、やっぱり親がちょっとあんまもう結構ね、下手ってるんでね、あ、体がね、ちょっとね、うん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 、結構大変っちゃ大変ですけど、まあまあまだ喋れるんでね、まあ、買い物ぐらい行く元気はあるんでまだいいですけど、うんうん、いろんな愛ありますよね、うん、だから難しいんです、愛に語るってね、うん、次行きましょうかね、はい、ねこねこはまはまさんですね、いつもありがとうございます。え、なにこれ、ゆうかだんの木村さんが、はい、君といつまでも歌って、はい、感想のセリフが恥ずかしくてえらいことになった番組がありましたわ。何何それ、何それ、君といつまでも加山雄三さんですね、はい、あ、二人の夕闇が、この窓辺に、はい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 、幸せだな、あ、それかなんちょっとセリフ忘れたけど幸せだなっていう、もうその愛っていうか君が、はい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 、一番だよみたいなことを言うセリフがあるんですよ。いや、もうだから歌の最中のセリフって超恥ずないです、歌の最中のセリフ。昔ね、こう昭和歌謡で多かったですよ ね、セリフ入るやつが、なんかあの出だしにセリフやったらまだいいですわ、うんうんうん、感想中のセリフって作ります、うちらもなんかやめても、私が恥ずかしくてよう喋られます、そこだけこうさん喋ったらええんちゃう、幸せだなそこだけこうさん、私やりません、恥ずかしいもん、なぜか加山さんのモノマネ幸せだな
もう加山雄三さん怒られますそんなん言うたらね、はい、では次行きましょう。ゆっちさんですね、はい、ありがとうございます。愛を語るのも難しいですね、表現が下手なのでうまく言えませんが、ということで、次ですね、はい、私は YouTube を通してですが、視聴者さんかっこルームメイトに対するコウさんランさんの愛を感じていますよ、かっこ気持ち悪いと思わないでください。いや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 情熱と愛のルームさん頑張れということでね、いや気持ち悪いだなって思わないでしょ、そんなの言うていただけるだけでも十分満足してますので。情熱と愛あります。あります、意外とあります。なかったらこんなことやってません。やってません、はい、こんな根性どっから出てくんねという話です。でもこれね思ったんですけど、うん、あの不特定多数の方にこうやって、まあ、くっそ恥ずかしいこと言いますよ、愛情配り歩くってこれも一個の才能だなっていうふうに思いますね。で一人しか無理っていうタイプの人もいるじゃないですか。私ね自分の愛なんかこう、まあ、持ってる、まあ、元々の、まあ、愛情バロメーターがあるじゃないですか、 100% 全部もう皆さんにあげてますもん。特定の人にあげるつもりないですもんみたいな。やばないですこれ。それでもやっぱこれやり始めてから変わったってこと。いや変わりました変わりました、本当に。まあ楽しいっていうのもあるし、その自分の ね生きがいになっちゃってるからっていうのもあると思うんですけどね。売ったら帰ってくるってすごい、売ったら帰ってくるんですよ、すごいありがたいじゃないですか、うん、で特定の人間にやるじゃないですかそれって、うん、何考えてるか分からへんし。あ確かに確かに、売っても響かんパターンの方が多いんで、うんうんうん、あしんどってなるんですよ。みたいな。そんなんやったらもうなんかこうファンの方と一緒にいてる方がいいわ私ってなるんで、ね、皆さんが、まあ、皆さんが恋人です。止まらんとって止まらんとって止まらんとってちょっと、いやなんかダサかったなと思って。そこでフォロー入れてもらわなかった私、まあすごい勢いで事故りましたよ今。すごい勢いで事故ったよ。皆さん、まあまあ、笑ってください。私を笑ってください。はい、行きましょう。キャンディーズ、噛みました、すみません、はい、キャンディーズと昭和チャンネルさんですね、いつもありがとうございます、はい、愛は、心がほぼ中央にありますから、下心があるうちは語れませんね、うん、下心が消えても依存があるうちは語れませんね、依存と愛は紙一重ですから。なんか深いですね、これ難しいね。依存はありますね、確かに。その依存っていうのも分かるかもしれへん。あでも確かに、うん、ああでも依存の存在忘れてました、うんうんうん、だって好きかと思いきや、うん、依存だけしてるってパターンありますもんね。そう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 、ねえ怖っ、実は依存してたっていう。コウさん気をつけてくださいね。僕ですか、はい、僕何にも依存してないですよ。いやいや違いますよコウさん、あの逆に相手からこうそういう風な思いを持っている方が多いでしょ。あ僕結構依存される方です。そうそう、何でもできちゃうから、からね、そうですそうです、何でもできちゃうから、なんかねその、うん、何でも解決しちゃうでしょう、うん、なんかそこを頼られることが多くて、そうそうそう、でそうしてる間にだから結構ね僕を好んでくれる女子っていうの意外とやんでる人多いんですよ。言ってもった言ってもった言っちゃったけど、意外とねやんでる人も結構好かれるんですよ。うん、まあ、だってね、うん、ほんまにそういう人からしたらスーパーマンみたいですよこの方って、うん、何でもかんでもピピってこうねキュッてやるじゃないですか、まあ、で一番依存してるのはあなたですよ。そうですそうです。それね私ねいつ言われんねやろうって思いながら今出てきたからよっしゃ言ってもらったわ、で上から下まで依存してるからもう全部やる。でもちゃんと仕事してますよ私、仕事してますよ、うん、仕事してもくれてます、仕事はしてますけども、はい、この方おらん方私もなんかあのまともな生活できんのでマジで。まあ共同体でございます、はいはい、大丈夫です、はいはい、ちょちょ、あ、再びさっちゃんさん、はい、はい、ありがとうございます。愛、見返りを期待しないことだったりもするとは思いますね、うんうんうん、そして年齢を重ねていくとまた若い時と違う愛を見つける、出会えることがあるようにも思います。これわかる、これがさて愛というのかではありますが、いろんな形があるように思います。これ私たちのことを言ってるんですかね、見て言ってるんですかね。だからなんかでも僕らのことかなとか思いますけどね。まあそうですよね、なんか年齢いってから違う形の愛に出会うってこれすごい私あのうんっていう感じうんって感じ、なんかその言い方うんみたいな。あそうやな、でもこれ別にさこの、うん、僕とランさん別に付き合ってるわけでも、はい、そういうあ恋だのどのこのっていう関係ではないんですけども、うん、でもおらんかったら嫌やもんな、まあ、なんかね、いやいつも
ここにおる人みたいな感じになってるんで、おらんかったらあれ塊おらんなったかなってぐらいの勢いなんですよね、私の中では。だから長いことやってるとなんかだんだんそうなってくるんですよね。いやだからね、空気みたいになってくるんですって。そうそうそう、おって当たり前みたいなね。いやでもなんか本質見抜いてはるような感じですよね、この言い方ね。おらん方がなんかね、暇なんて不安定になってそうですよね、なんか人っていう感じみたいになってるんで、そうそうそう我々はい、次行きましょう。はい、ではたくちゃんさんですね、いつもありがとうございます、はい、個人的解釈ですが、愛の本質は公平中立だと思います。おちょっとキリスト教的な見方ですが、誰にでも負け分け隔てなくですかね、うん、分け隔てなく、平等に接するということですね。コウさんのおっしゃる通り、これを完全にできる人はいないと思います。まさに神の領域ですね、うん、日本人が考える愛とは、日本人の道徳観の仁義礼智信っていうんですかね、の仁、かっこ相手への思いやりと礼、自分をよく見せる姿勢の上に性かっこスケベ心が乗っかったものという感じ。分かりにくくてすみません。なんか皆さん結構なんて言うんですかね、道徳的ことを結構言いますね。勉強になるなこれ。そりゃもうね、ルームメイトの、ね、うちのルームメイトの皆さんはみんな結構白色な方が多いですよ、あのコメント見てると。でもなんかすごい、あの分かりやすいといえば分かりやすいですけどね、なんか人と霊の上に性が乗っかったもの、なんとなくなんとなく分かる、かっこスケベ心ってちょっとなんかところがね、確かにね、これうまいこと言いましたよね、たくちゃんさんね。いや確かにそんな気はします。はい次行きましょうかね、はいはい、六角勝海さんですね、いつもありがとうございます、空にきらめく星たちよりも、この世の花よりも美しいものがある、それはあなたへのって、これ歌詞ですね。歌詞ですね、はい、はい、いやもうすごい綺麗な言葉ですよね。そういう歌詞書いてみたいな俺も。でも俺ランさん の、そのほんまその体験した歌はちょっと僕が結婚できへんかったよーいう歌ですね。結婚できなかったよーみたいな歌で道場泣きながら歌うかもしれへん私そういう、じゃあでも本気で書こうと思っていいんやから、ちゃんとランさん泣かせるつもりで書いた方が多分いいもんができんやろなと思って。うーわやば、うーわやば、ちょっとマジで、もうどうちょっと脚色はするけど、脚色ね、いっぱいしてください脚色ね、脚色しますけど、もうふんだんにしていただいても、でそういうちょっと歌詞をまあ書いてもいいんじゃないって言って、でそれが毎回ランさん泣きながら歌うっていう、いやもうなんかお前いつまで息ずっとんねんって最後ね歌えてへんみたいな、はいはい、最後です、最後ですね、はい、ゆきおさんっていう風にごめんなさい、あの略しますけれども、ありがとうございます。これ歌ですね、これも愛っていう歌です。そうそうそう、あれも愛、多分愛、きっと愛って歌ですね。そうですよね、いろんな愛がありますよっていう歌詞だと思うので、これが愛って愛ってなんだよな、ほんまの通りやね。ためらわないことさまあギャバンが教えてくれてますけど、ギャバンためらわないことと言ってはりますけれどもそうなのかな、ためらわない確かに。でも大人だったらためらうことしかないでしょ、うん、基本なんか一回ちょっと立ち止まって考えるみたいなことね、うん、みんなするんで。なるほどな、まあ、これ奥深いですね皆さん、超哲学じゃないですか。じゃあ次お題恋にしますか。最後だと思いきやもう一件ありました、ありました、失礼いたしました、はい、クーさんですね、いつもありがとうございます、はい、私の、少ないいろいろな経験からですが、好きは多少の見返りを求めてしまう、愛は何も見返りを求めない、愛情は喧嘩しても何しても嫌いになれない、可愛いと思ってしまう、うん、なんちゃってねということで。そうやな、でも、まあ、そうですよね、嫌いにはならない、そう愛情あったら嫌いにならないですよ、はあ、そうか、私あの、まあ、そういう他人さんは知らないんですけど、親がそうなんで、親に対してと他人に対しての態度は違うんですよ。だって親何やっても嫌わないじゃないですか、うん、自分のこと、うんうんうん、あでも確かにそれが 愛情か、へえと思って、確かに喧嘩しても何しても嫌いになれない、ほんまそうです。これやっぱりコメントを見ると勉強になりますな、勉強になりますね、その各々、ね、その方々の、見解をこういろいろまとめて見てみると面白いなと思いながら、ね、いや納得納得大納得でございます、いろんな方の意見がね、嫌いになれないっていうのはなるほどな、そうじゃないですか、愛情あったら。そうか、だって好きやったら嫌いになる瞬間って絶対あるでしょ。だって恋人って縁切れるけど、うん、親だけは切れない、切れないです、
地だけはね縁切れないっすよね。どんだけこの地何の地気になる地それは違う地でしょそれは違う地やからちょっとやろう思ったけどやめとくな。やめときましょう。いやでも地そうやな、親とかって切れへんとな。そうですよね。そうちょっとじわーっと今来ました。じわーっとね最近よじわじわ来るもんならざらもうどんなもんほんまなんかね年いくとねいろんなこと考えるようになるんですよな。もういろんなこと考えるの。年いった年いきましたよ言うたかであと3ヶ月後には私35ですんでね。ねえあランさんの誕生日何しようかな。何しようかな。ちょっと来年なんかおもろいこと考えようかな、ね、アラフォーになりますのでせっかくやし YouTube やってなかったらそんなせえへんけど、うん、なんかしようかなと。いややってなくて急にそんなんされた私怖いわもう。ドッキリとか面白さいしなとか言われた。ドッキリ私切れるかもしれないです。ギャモーン言うて何しようっすかドッキリな。ドッキリ面白いななんかやりたいんですよやっぱり。あの、まあまあ、僕の誕生日もやっぱりこうね一応看板娘やから、うん、なんかやっぱり女性の誕生日ってちょっとなんか面白くしたいやん。でどうせも今後彼氏もできないでしょ、うん、なんかだから動画あったらこうなんかこうネタでできる面白いことがさ何やったら、ね、ド派手にねド派手にやりたいな。なんか被るとかなんかねランさんの誕生日ケーキ顔に押し付けるとか。いやそれもええねんけどな、うん、ちょっとなんか考えますわ、うん、なんか派手なこと。真っ白になっても真っ黒になってもいいですよ私、うん、あの全身で、ね、かぶってね、はい、あの動画映えするようなこと思いますんではい、はい、ということでコメントを読んでみたのコーナーですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、エンディングでございます。皆さん年の竹の間お疲れ様でございました。ということで第40回目でオールナイト関西も無事、はい、終わろうとしておりますけども、はい、もう今これが放送されるのが18日、はい、じゃあ17日です。17日になるか。年の瀬ですね。17日なんでもう12月半分終わって、そうですよ、多分あと2回ぐらいこれ放送したらもう年末年始で、その1週間はクリスマスイブですよ。クリスマスイブですよ。なんかそんな何もしないですよ。クリスマスイブなんでなんかちょっとクリスマスっぽい感じのね、ああそうやそうや、様相でオールナイト関西しましょうよっていう話です。私あるわけないがなクリスマスなんかするんかな。なんか何もないよ。友達がなんかとクリスマス何もないよ。そんなもんないっすか。ないっすよ、そんなもんね。ごめん俺あるねん。なうっそでーす。何やねんあるわけないやん。何やねん誰とんすか思ってなぁ思ってなぁ、あるないっちゅうね。そんなないっす、ないっす、もうないっす。もうあのそれいい、それいいね。24日ですよ、こうさん。24日金曜日。いやもう別になんかしますよ、なんかそれその24日までに。もうあのサンタの帽子かぶってやりましょう、サンタの帽子かぶって、サンタの帽子かぶって、あなんかちっちゃいツリーみたいなね。あそうね、100均かなんかでね、買ってきてクリスマスな感じで。それどうしよう。でもそれダイソーやな。ダイソーですか。100均で売ってますよ。100均で売ってますけどね、あのチキン食おうで食おうでってなんやねん。チキン食べよう言ってるわけじゃないんだ。ケンタッキーやろ。ケンタッキーやろ。バケツのやつでやってぐんざり食べてとかそんなそんなしよう言ってるわけじゃないんで、はあ、クリスマスね。そうですよ、ちょっとクリスマスしましょうか。そうですよ、ちょっとなんか考えようか。クリスマスイブ、ね、ランさんの、まあ、スケジュールもあと後で聞きますけど、はい、その辺24日クリスマスが今年もやってきた。なんか面白いな、この動画があるからクリスマスをちゃんとできるっていう。そうです口実がいっぱい私たちにはありますので、はいはいはい、それをね、エサっていうかダシに、うんうんうん、楽しいことしたらええやないですか。25日ぐらいですか、ほなね。25日 24、25、あでもオンライント関西は24やから24なんで、この日に、はい、そうです、そうです、クリスマスっぽい感じでね、感じでオンライント関西ウェイ言いながら2人で、うん、あそれいいな、クリスマス、そうですよ。だからもうね、オールナイト関西参加していただいてる方には、何やったらクリスマスの日超えるところぐらいまで一緒に過ごせるわけでございますよ。23時からいつも日ちょっと超えるまでやってるでしょ。はいはいはい、はい、だからもう0時のとこに、あークリスマスおめでとうなんかハッピーニューイヤーみたいになってますけどみたいな感じでできたらいいのかなっていうふうにはふと思いましたけどね。あということはいつもより長くやるみたいな感じ。ちょっぴりだけ。ああなるほどね、0時超えるところまで。そうですそうです、長くやる。そうですそうです。24日が、そうか、24日がちょうどオールナイト関西、ね、そうですよ、オールナイト関西でクリスマスイーブですので、クリスマスの当日
ね、なった瞬間、うんうん、ウェイって できないと思いますが、収録なんでチャットで皆さんとクリスマスという感じで、うんうんうん、まあまあ交流ができたらいいなっていうふうには思ってます。去年がね、あのクリスマス外れてるので。あ、そうかそうか。今年めっちゃイブやな。そうですよ、そうですよまあなんかその収録をじゃあ、ね、まあ、でもあのご家族おられる方はね、クリスマスパーティーがあるかもしれませんけれども、まあね、あの予定の合う方は我々と一緒にクリスマス編をじゃあ次やりましょう。え、やりましょう。なるほどな。せっかくなんだから季節的なこと。なんで急にクリスマス言うんかな思ったの。はい、ちょうどこの日やってんな。おじさん。なるほどね。俺カレンダーあんま見てないからさ。いや、私もあんま見てないんですけど、あ、次17日やねって言ったら1週間後。あ、そうか。出したら24か。そう。あ、ヒブやと思ってね。クリスマスね、ランさんいろんな思い出ありますよ。クリスマスね。こら。こら、はい、もうほら悪い顔してるでしょ今も う, なんかもうそういうのをね、もう永遠に、ね、クリスマス振られてばっかりやったもんな。だからクリスマス好きじゃないんですよ私。好きじゃないんです。なんか毎回度だけあるじゃないか、ね、なんか事件を起こったって、なんかね、もう普通の会社員と付き合ったことがなくてクリスマスがまあ忙しい。そのなんかほら、その彼氏に度だけあんされて、あの俺らがライブやってたライブバーに来た時もあったし、はい、あれもクリスマスやったっけ。クリスマスやったと思いますけどね。浜地の鎌かなんか続いてた時もな。そう、確かそうそうそう、クリスマスやわ。あれイベントしてたから多分クリスマスの前後やと思う、はいはい、その時もそうやし、基本ね、クリスマス振られてるって相手はまあ、魚屋の彼なんですけれども、そうそうそう、婚約破棄したそのドタキャンっていうのを。そうなんですよ、あの基本ね、魚屋さんってあの年末年始が忙しいんですよ。クリスマス魚忙しい鳥やろ言って。鳥や思うでしょ。でもなんかあのそういったあの、まあね、まあ、料亭とかそういった飲食関係なんせ忙しいらしくて、もうなんか猫の手も借りたいぐらい、そう忙しい時にお前なんでやったんみたいな。ドタキャンすんやったら最初から言うなよとは俺思うんやけど、うん、でもいけそういけそう言うときながら結局やっぱヘルプで出なあかんから無理やわみたいな感じで言われるんで、そういうのがほぼほぼ毎年そんなんやって、だから途中からクリスマスもう約束せんとこって私言いました。イライラするから、なんか時に違う時にクリスマスなんかどっかに飲みに行った記憶があるね、うん、そうなんです。そんな多かったもんね、はい、だからクリスマスあんまり好きじゃないんですけど、あのそうですね、ルームメイトの皆様がいる、安定のね、ルームメイトの皆様がいらっしゃいますので、クリスマスを安心して、そうですよ、ちゃんと祝えると思ってそう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 、もうね、悲しいです、悲しいですよ、いろいろと、ね、ということで、はい、次回はクリスマスイブということ で、はい、そうです。まあ何かちょっとこう工夫をしまして配信しようかなと思っております、はい、まあちょっとあの録画になるんでね、はい、あのチャット参加我々もなるとは思うんですけども、はいはい、生ではちょっとね、ランさんが仕事の日なんで、はい、そうです、もうランさんの家に行かなあかんようなのでまあですわ、母も一緒に登場みたいな、ね、そうなんだね、はい、まあいつかでもそんなもんできて面白いなと思いつつ、まあ、そうですね、あのお家突撃みたいな、お母ちゃんマスクとサングラスしてね、いや、あの顔は出してもらえると、こっから上だけは、ね、はい、はい、ということでね、はい、オールナイト関西第40回目これにて終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方と、来週また金曜日クリスマスイブですね、はい、夜の11時23時にお会いいたしましょう、はい、ということで本日もお疲れ様でございました。はい、来週も見てよ、ありがとうございます。
風